ディレイ、やまびこの話に、していきたいと思います。で、このディレイ、やまびこっていうところはさっきね冒頭に申し上げた通りエコーと呼ばれるものですね。うん、でこのエコーは非常に効果が分かりやすい。まあ、正直言って EQ コンプはなんか並べて聞かないと分かんないぐらいの差だとは思うんですけれども、うん、エコーはね、見るからにパッと聞き良くなりますよ。で、これちょっとじゃあソフト立ち上げましょうか。これが H ディレイというものです。うん、まあ、ちょっとじゃあ早速やまびこ聞いてもらいましょう。はい、これやまびこ、ヤッホーって言ったらヤッホーって返ってくるっていう。ね、なんかどっかの方、深い洞窟の中でやってるように聞こえると思います。はい、このようにちょっとエフェクトを立ち上げてみたらなんかすごいなんかもうエコーワン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 言っちゃってよくわかんなくなったからやめちゃったってっていう人多いと思うんですけども、実はこれね、やまびこディレイっていうのは、音の奥行きを演出するものなんですけれども、使い方としてはドライな音、つまり皆さんが録音した音にウェットな音、つまりやまびこで帰ってきた音、ヤッホーって言ったらヤッホーって帰ってくる音を少しずつ足していくっていう考え方なんですよ。なのでドライとウェットのバランスを決めていかないとダメなんですね。例えば、まあ、ちょっと後で細かいパラメータいじりますけど、ここにねドライウェットの、パラメータがありますから、これだとウェットがやまびこ返ってきすぎなんで、ちょっと良くなりましたね。うん、ドライとウェットのバランスをちょっと整えてみました。フィルター、やまびこの音色です。はい、例えば皆さんやまびこね、山行ってね、ここにちょっと絵つけておきましたけど、ヤッホーって言ってヤッホーって同じ音量で同じ音質で帰ってきたらめちゃくちゃ怖いと思いません？誰がいるのって思っちゃいますよね。つまりやまびこっていうのはヤッホーって言って帰ってくるときには音量下がってるし音質も絶対悪くなってるはずなんですよ。それを再現してあげたい。うん、で昔はテープディレイって言って、それこそね、本当のカセットテープみたいなものとか使ってテープに録音してそれを返してくるっていう、そういうマシンがあったんですけど、今デジタルでやるので、基本的には設定すればそのまんまの音色音色で、返ってきちゃうんですよ。はい、なんでそれをちょっと疑似的に僕らの方で返ってくるヤッホーヤッホーの音を劣化させましょうっていうのがフィルターの役割になります。つまり端的に言えばこのフィルターっていうのはディレイの音ね、遅れてきた音に EQ 処理をしてあげるっていうことになります。うん、音のクリアさをなくして音の上下ですね、高い方低い方を音を削って音を劣化させましょうっていう、そういうお話になります。ここ結構大事で、みんなここあんま知らないからディレイがかかりすぎちゃってなんかわざとらしいとか、逆にかなんていうかな、これぐらいディレイ欲しいんだけどなんかすごくやまびこの音がうるさいとか、うん、そういう風になりやすい。ディレイがうまく使えない人ってフィルターの使い方があまりできてない方が多いのかなと思います。はい、これちょっとフィルターを使うときはですね、さっきのドライウェットをちょっとセーブしとこうかな、 100% にしてあげて、でここがこれローパスハイパスって書いてありますね。つまり音のローをパスしてあげる、メーターを下げていくと低い方、音の低い方だけが、ごめんなさい、カメラが切れちゃった。ごめんなさい、ちょっと話戻りますけど、ローをパスしてるので非常に音がこもりましたよね。
それに対してハイパスはこの山彦の音の低域が削られてハイだけがパスされてます。だからハイパスローパスって言うんですけど、ね、基本的にはハイパスを結構ね上げていって、うん、これぐらい、ちょっとモコモコしたな、モコモコしてるなって感じる領域をカットします。そしてローパス、つまり広域をカットする方で耳に痛い成分、耳につく成分、ここら辺かな、をカットします。だからね、これぐらいちょっとこもったでモコモコした低域がない音にしてドライベッドを下げていきます。それでさっきの、さっき8だったけどこれ10、どう？かなり自然にエコーがかかってるように聞こえると思うんですよ。これでもうちょっと聞いてみて微調整します。もうちょっとローパスします。こんな感じでどうでしょう。ということで、実はディレイを使うときに、なんか山彦つけたらなんかわざとらしくて、なんか音量を抑えるしかないとか、あとはそうだな、なんかうまいことできないっていう方は、多分フィルターをちゃんとかけてあげてね、ハイパスローパスしてちょっと無駄なところ削って、でフィードバックとかドライベッドのバランス決めてあげないと、結構その何て言うかな、ウェットを少なくして目立たせないようにしようってみんな考えちゃうんだけど、フィルターの方で、あまり目立たないようにしてあげるのが、基地かなと思います。はい。